帰ってきたね、ミキプルンの絵。変わってないですね。予測できない自然の変化を受け止めているからこそ変わらないでいられるんだろうね。すごい。なるほど、深いですね。深いのよ、変わらないって。これがこうなるわけ。 I see、 いつもあなたのそばにミキプルーン。帰ってきたね、ミキプルーンの絵。変わってないですね。予測できない自然の変化を受け止めているからこそ変わらないでいられるんだろうね。深いですね。深いのよ、変わらないって。いつもあなたのそばにミキプルーン。帰ってきたね、ミキプルンの絵。変わってないですね。予測できない自然の変化を受け止めているからこそ変わらないでいられるんだろうね。これがこうなるわけ。 I see。 いつもあなたのそばにミキプルーン。小さいでしょ。小さい。こんな、なんかもっと大きいの想像してます。普通プルーンって大きいの売ってるけど、うん、本当にカリフォルニアプルーンって小さいの。Thank you. Here we go. Ready and action. 変わってないですね。うん。はい。愛ですね。深いのよ、変わらないって。これがこうなるわけ。 I see。 ん？ Yeah。 あ、すいません、中井さん、滝本さん、今の OK で次ラストカット撮ります。ドローンをひたすら見てちょっと手を振ったりとかしててください。Yes。 もう一度お願いします。はい、お返事。はい、OK。 はい、OK よ。じゃあもう一度カットに行きます。撮ってます。ありがとうございます。もう明日にそうか、撮れたね。いい表情です。そうです、だんだんと笑顔になってきます。そうです、バッチリです。どうでしょうか。ありがとうございます。そうです。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。初めてこのミキプルーン農園に来ることができて本当に感激しております。ミキプルーンの木もこう間近で見させていただいて、何かこう皆さんの愛情を実際にプルーンの実を見て感じることができたのかなと思って、こう商品の奥にはやっぱりたくさんの方々が愛情を持って育ててくださってるんだなっていうことを実感できました。何度も滝本さんにその実際のプルーンの美味しさみたいなものをずっと申し上げていて、実際にそこの農場に行かないとなかなかわからないっていうふうにお話をしていたので、今回念願が叶ってご一緒できて、僕も伺う方なんですけど、なんかこうインバイトするっていうか、こうご招待申し上げる方のような気持ちでご一緒できたのがすごく良かったかなと思います。はい。ですからこのカリフォルニアのこの地もいろんなことに対応しながら同じものを作り続けていく大変さっていうのがやっぱりあると思うんですよね。でそこにどう自然なんだけど人の手を加えていくかみたいなことが、ここからますます必要になっていく時代になっていく。でそれをまあこの農場では本当に手作業で草を刈りながら、ある意味時代とちょっとこう逆行しながら非常にアナログチックに愛情を育てて木を育てていくっていう、まあ、そういうものが今回のこの CM の中に、
変わらないものを作っていくのには変わっていかなきゃいけないし、努力を積み重ねていかなきゃいけないんだっていうことを言わせていただいているというか伝えていきたいな。だからこれはそのお客様に対してミキということだけではなくて、こう全世界にこう呼びかけていくような CM になればいいなというふうには思っていますね、はい。自分の小学校時代を知っている方にも、まあ、お仕事だったりプライベートでもこう今もお会いしたりするんですけど、本当に変わんないよねってこう言われるのが、なんかこの CM のその言葉でなんか変わらないってすごいことなんだなっていうか、自分はすごくあの褒め言葉に受け取っちゃったんですけど、勝手にそれってどこかで自分も、まあ、もちろん変わってるところもあるだろうし、変化をこう受け入れてる自分もいたのかななんて思うとやっほー変わらないってなんかどうなのかなって思ってたんですけど、あれもしかしてすごくいいことなのかなっていうか、なんか褒め言葉に勝手に受け取ってしまって、あので今回の CM の言葉にすごく自分自身、あこのままでいいのかなって、自分自身をこう肯定してあげられたというか、背中を押されたんですよね。あこのままでいいのかもって思えたんですよね。どこかでこう、まあ、変わってるところももちろんその年齢もそうですけど、いろいろあると思うんですけど、その中でもなんかどこかでこう変化を受け入れてる自分もいたのかななんて思えて、あすごく本当に深いですねっていう、そのままで受け取れたというか、本当に心から出た言葉です。なんだろう、手に取るのは商品ですけど、やっぱりその奥にたくさんの方の姿が見えたというか、なんかそれってやっぱりこう人と人で成り立ってるんだな、一人では生きられないんだなっていうことの実感でもあって、なんかそういう気持ちをこれからも大事にしていきたいなと思いました。すごく CM もなんだろう、もしかしたら皆さんの背中もちょっと押せるかもしれないし、なんかありのままの自分をこう受け止められるかもしれないし、すごく自分はすんなり受け入れちゃったので、なんかそんな風に受け取っていただくのもいいかなと、そうだと嬉しいなと思いました。なんかここで作られていく商品って商品を作ってるっていう感じがしない。なんか人が人のために、人の健康のために何か愛情を作ってるっていう感じがとっても強くしましたので、あのこれからも安心して皆さんに商品を食べていただきたいなとも思うし、その裏にあるその人の愛情みたいなものを受け取っていただけたら幸せなんだろうなというふうに、そういうふうに感じたりもしました、12年ぶりにいい時間が過ごせたような気がします。